皆さんこんにちは。食べたり飲んだりすると気になるのが赤ちゃんの便になりますね。今回は赤ちゃんの便についてお話をしましょう。赤ちゃんの便は母乳やミルクが主栄養の場合と、離乳食を開始した直後、3回食を食べる頃では回数や形状に大きく差が出てきます。母乳やミルクの場合は少し緩めの便をします。回数も多めです。離乳食を始めた頃は食べたものが出てきたりと驚くこともあります。下痢のような便でも赤ちゃんのご機嫌が良くて食欲があれば様子を見ても大丈夫でしょう。また2、3日便が出なくても便の状態が柔らかければ心配はいりません。しかし毎日していても硬くて水分のないコロコロとしているような便を便秘と言います。水分を多く取らせたり腸内の環境を整えるためにオリゴ糖が入った食品を与えるのもいいでしょう。